速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースをお届けしましょうか。この暗号通貨ニュースもね、2014年から始まって粛々とやってまいりましたけども、人が忘れた頃に仕込んで、なんか世の中でねブームが来て多くの人が群がった時に売ってっていうのを繰り返して、まあ、皆さんと一緒にね利益をしっかりと積んでいきました。今回のね第2次暗号通貨バブルと言えるような瞬間でも多くの人がお金を失っていく、要するにバブルっていうのは多くの人がお金を失う時期のことですからね。ですんで、この泡、このパカッと膨らんだ泡ですね、この膨らんだ泡の膨らむ前に、小さかった頃に仕込んでいた我々はきちんと利益を確保して離脱できているということでございます。今回もねずっと2月ぐらいから申し上げてきましたけども、もう100万円になるまでに買っていきましょうということで、ご購入いただいた方、今どうですか。今日の時点でビットコインだと200万円を超えてますよね。で、先日も160万、170万あたりに一旦下がったんですけども、そこでさらに買い増すチャンスはあったんですが、まあ我々の基準でいくとね、この 10%、15% くらいの利益ではちょっとリスクリワードは低いということで、まあ買わなかったという方が多いんじゃないかなと思います。まあ今日もね、いろんな、今日は XRP とか、それから ADA、こちらの方も見ながら皆さんと一緒にね、また考えていきましょう。まあ、ちなみに今回はね、ちょっと公開バージョンでいきますね。公開バージョン。はい。では画面の方を切り替えていきましょう。まずは XRP からいきましょう。現在値が 67.4 インチ円でしょ。先日75円ぐらいつけて、そこから急落して50円台にも一旦入りましたけども、やっぱりいいですよね。42円で購入金額を立てていた私たちとしてはずっと含み益なんで、さすがにね50円台になった時に狼狽する方はいなかったと思います。ずっとね含み益ですからね。今67円でまだリップルはこれからもう一山来るんじゃないかなと思う方と、リップルは終わったと考えている方とおります。どっちですかね。それは私にも分かりません。ただリップルっていう通貨の存在を知らせることによって、買う人が多くいる、多くの方が買うチャンスが出てくるってことは間違いないんで、まあ、リップルってものを知名度を上げていくってことはまだまだできますんで。すいません、 XRP のことについてちょっとね話しすぎちゃいまして、どうしても公開できないところがあったんで一旦動画を停止しました。で、XRP のこと、ちょっともう一回画面切り替えますよ。はい、XRP が今 67.41 円、12月1日の段階ですね、この金額になってますけども、まあね、XRP がこれから値上がりしていくっていうふうに考えている方と、XRP がこれからね、もう価値をどんどん失っていくんだと、もうこれは終わったんだよっていうパターンと2つあります。いずれにしてもリップルはなかなか人気の通貨ですよね。こういうふうなチャートになってます。でチャートを今度180日にしてみますと、こういうふうに急騰してるでしょ。だからやっぱり30円から40円の間で購入できた方っていうのはちょっとラッキーですよね。ワンニアにしてみると、私の購入したあたりがちょっと見えてきますよね。マックスにしてみましょうか。はい、こんな形です。だからね、400円ぐらいまではまだボラティリティがありますんでね、潜在力が、まあ XRP はこのぐらいにしておきましょうか。で次は BTC ですね。200万超えで今推移してますけども、これね、今度はね、200万円が水準になってきますよ。ビットコインってのは、1000万に向かって、これから躍進するというふうに、私は分析してます。まあ、どのように分析したのかっていうのは、ちょっとこれは一般公開動画で出せないんで、結構長くなります。2時間ぐらい解説してるのがありますから、その2時間の私の解説と、まあ、世の中のね、状態と、これすり合わせてみると、納得できる部分も多いんじゃないかなと思います。ただビットコインはパーになる可能性もあります。これはほとんど全部の通貨において言えるんですけども、なくなる可能性があるんですよ。特にビットコインって実体がないですから、その円とかドルっていうのの方が実体がある分残る可能性が高いんですよね。そういう意味で言うと、脆弱なプレートの上にビットコイン BTC っていうのが乗ってるっていうのは変わりないです。ただね、やっぱりそれを置いても BTC にエントリーしておくのはものすごくね高い価値を生むと思いますよ。まあ見といてください。これ2年ぐらいが勝負になってきます。で、ADA ですよね。価格は 17.49 円。いつだったかな ?2 円とか3円うろうろしてて、やきもきしたことがありました。まあ、プレセールで買われた方は、さらに 0.2 円とかで安かったと思いますんで、ずっと含み益のまま ADA っていうのは来てますよね。で、これ、去年は1ドルぐらいになってました。150円とかに。ということなんで、少なくともですね、17円、18円で終わるような存在ではなくて、そうですね。マックスいきましょうか。これですね。125円超えておりますよね。だからね、1ドルとか100円前後とかね、十分になりますからね。ADA は毎日のように情報更新されてますし、活動が
どんどん躍進してますから、非常に可能性のあるコインだと思いますよ。ということでお届けしましたけども、ちょっとね、一部申し上げられないところもあって、カットさせていただきましたけども、暗号通貨ね、イーサリアムはすでに私の、ポートフォリオから外れてます。イーサリアムに回す資金まではなかったんで、本当に少額買ってますけどね、10万円前後買いましたけども、まあ、あとはほっといてる感じですよね。だから当時買ったのが2万数千だったんで、まあ、それでもね、やっぱり3倍ぐらいに今なってるかなってことですから、額としてはそんな大きくないんですけども、まあ、XRP に引き続き、イーサリアムね、イーサリアムも十分資金があれば投入したと思いますね。これからでもイーサリウムは十分チャンスがあるんじゃないですか。イーサリウムは詐欺コインが出るたんびに値上がりしますから、ただ詐欺コインを作ってる人がまたブームみたいに現れて、YouTube でね、このコインが爆上がりしますよみたいなことを言う人が出てきたときに、イーサリアムは決済するとよろしいかと思います。まあ、とにかくね、BTC っていうのは、本当に実体経済とすり合わせていこうとしている中で、すごく邪魔な存在が、BTC を使う暗号通貨投資ですよとか、アービトラージですよみたいな、そういうあやふやなシステムが入ってきて、全部ポンジスキームですから、ああいったところに巻き込まれてしまうと、本当に痛手をこういますんでね、誰かの YouTube の整列が始まったと思えば、これ、BTC 値動きしますから、その時が、まあ、購入し時かなというところですね。ただ、今みたいに200万になっちゃうと、ちょっとオイソルとは買えませんので、もう100万以下で買えなかった方はね、相当お金があれば別ですけども、これからもう見ておくだけにした方がいいと思います。で、どうしても BTC で稼ぎたいという方は、BTC を買ってもう放置ですよ。そのまんま。何にもしない。どこにも映さない。もう下手なことしたら、それこそね、なくなっちゃいますから、焦らないことです。BTC は持っておくだけで値上がりしますから。じゃあ、今回は以上ですね。